Danganronpa. と、私の父親なら、少なくとも血のつながった父親なら、苗木君を見捨ててここに残るなんて、そんなこと言うはずがない。最後の最後の最後で失敗するなんて、超絶望だわ。これ以上ないほどの超絶望的に幸せだわ。ポッ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 ポ、かっこいい。まるで主人公キャラだね。お仕置きを用意しました。私、牛乳で紅茶を煮出すロイヤルミルクティーしか認めていませんの。いいから早く持ってこい、この方よ。それは違うよ。みんなの死と思いを一緒に引きずったままここから出るんだ。超高校級の才能を持つみんなが、七海さんという才能のもとで破滅よ、破滅。このままみんな破滅するのよ。わかってたけどね。私って白夜様に関してはプロだから。言っておくが、俺が勝ち抜けたその時は、俺がお前を殺す。勝利を宿命づけられた戸上の名にかけてだ。冷蔵庫を調べてたらいきなり現れて、またすぐにどっかへ行っちゃった。しかも隔離される高校生たちは、場合によっては一生学園で過ごさなければならない。それは俺だっつってんだろうが。おい、こらてめえら、さっきから聞いてりゃ勝手なことばっか言いやがって。兄弟は俺のものだ。クラちゃんなら、強さは困難に立ち向かうことでしかつかめん。ならば我はあえて茨の道を進もうとか言いそうじゃない。我ではなく朝比奈が傷つけられようとは、なんてことだ、なんてことだ。強い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 、誰よりも誰よりも誰よりも、ぬえ野郎が兄貴よりもだ。よし、そうですよね。それじゃあ私は超高校級の助手になっちゃおう。私は苗木君の助手です。お、一緒に頑張ってここから脱出しましょう。で、俺だって殺されそうになったんだ。だから殺すしかなかったっつうか、お前らだって一歩間違えればこうなってたんだ。そうだべ、俺はまだ生きたいべ。次の扉を開きたいべ。新しい何かが待ってるはずだべ。彼女は僕の趣味丸出しの会話にも引かず、初めてだったんです。普通の女の子とあんな風に喋れたのって。さあ行こう。私たちの未来はみんなで作るんだよ。みんなと一緒ならゲームは楽しいよ。もし彼女の思いがあなたの思惑に打ち勝ち、彼らを救うことができたら、絶望より希望の方が予想がつかないと言えるのかもしれません。京介、私、希望ヶ峰学園には感謝してるんだ。おかげで京介に出会えたからさ。伊吹たちとの再会が嬉しくないんすか。会いたかったのはこっちだけだったんすか。音楽で世界をハッピーにするっす。今こそ封印を解く。地形、我が名はガンダム田中ガンダム。こんな嬉しいこと言われたの初めてだったので。ソニアさんにさ、放課後お茶でも飲みませんかって言ったら、いいですよって。とぼけやがって。おめえが猫かぶるのやめて本気出したら結構面白くなるんじゃねえか。許されるための償いではないですわ。とてもお目が高い働きでしたわ。暗黒の宴を始めよう。この回はナナミが企画したんだ。ナナミは毎日のようにゲーム大会だのピクニックだのイベントを催してみんなを誘ってくれたのだ。私だよ。これで念願かなって、積み木の全身の関節を不思議な角度に曲げられるよ。私はただ取りたいものを取ってるだけだよ。ねえ、今日は私が作る番のお弁当でしょ。ハンバーグなんだよ。困った顔してどうしたんだよ。腹でも痛えのか。うわ、
腹いっぱい食うぞ。謙遜はいかんぞ。お主はこの半年皆をまとめてきた超高校級のマネージャーのわしのお墨付きだ。これはまさしくアーバンすぎて瞬間的に売り切れたあの国民的アイドル舞園さやかの写真集。希望に満ちたアニメを、見た人みんなが救われるアニメを作らないといけないんだ。最後に信じられるのは死亡と糖質だぞ。いつからあいつは絶望だったんだ。俺は絶望のすべてを消し去る、思い出だろうと消し去ってやる。ああ、江ノ島純子はシロだ。くそ、くそ、くそ！あいつは俺が殺す。本物は求心的であれば現実に立ち向かえると思い込む。だがわしに言わせればそれこそ甘い。あなたはあの殺し合い学園生活の中でも人を信じ続け、多くの人の心を変えた。その力はこの先の未来に必要なものです。弱気なこと言うなよ。まあ万が一の時は京子ちゃんは命にかけても守ってやるよ。なゆみくんの希望が私に伝染したんでちゅかね。ここまででちゅ、私の七つの秘密兵器を披露するでちゅ。いやー、マサラ何言ってんの。お前らのせいで私は希望が峰学園を退学になったんだ。信じてたのに。友達だっていつだってあんただけが頼りだって思ってたのに。ウルカのお菓子食べてくれないやつを信用できるか。全部お前のせいだ、この裏切り者。俺がそんなことをするわけがない。怖がることは何もない。もう罠もたっぷり仕掛けてあるしな。俺はお前のことが自分自身よりも大切だ。玄関だけじゃないよ。裏口に防火扉、各階のエレベーター、全ての出入り口が軒並みやられているね。二代目の島純子、東亜もなかがあの未来機関を、この世界を徹底的に絶望的に絶望させるのだ。お兄ちゃん、そっちで何が起きてるのかはよくわからないけど、約束したよね、絶対に迎えに来てくれるって。あいつはきっとまだ諦めてないんだ。もしモナカが何かやろうとしているなら止めてほしい。でもあまりひどいことはしないでくれないか。うっぽ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 、大げさだって。いやいや、そんなことはないよ。希望と絶望の最大最後の戦いだよ。いつまでも君の才能を予備学科で遊ばせておくことはできない。今日からは君が正式な担任だ。お兄ちゃんの横にいたいんだよ。超高校級の妹だって認めてもらえばお兄ちゃんの横にいられるもん。夏美、あんたまた妙なこと企んでるんじゃないでしょうね。アヒルに手を出したら絶対に許さないんだから。こんな夜中にありえない。死にたくないよ。飲まれるな。我々生徒会がここで動揺したらこいつらの思うツボだ。落ち着くんだ。殺し合いなんて馬鹿げてる。僕らは希望ヶ峰学園の生徒会だ。お母さんが、母さんが何やっているんだお前らさ。黙れよ。それは大丈夫だ。さっきの二人を殺すんだ。あいつの仇を取るんだよ。やめろ。離せよ。お前こそ信用してないのか。なんで僕たちが。邪魔見ろ。とりあえず外に逃げる方法がないかみんなで探してみよう。